どこに行くんだ。さ、出かけるわよ。どの依頼。よし、これ。ソフィーちゃん、さ、どこに行くの。さあ、暗いので足元には注意してくだす。うわっ、みんな戦闘準備。これってオーラの弱点。あそこを狙えば壊せるかも。あ、弱点っぽいの見つけたかも。あたしにやらせて。守ってみせる。援護は任せて。終わりだ。さあ、敵を燃やし尽くせ。ほらほら、ソフィー一緒に行きましょう。攻撃、これでやったね。頑張ろう。どこに向かう。護衛は任せてくれ。どこに行くんだ。うん、え、敵です。オーラが弱いところがあるな。いけ、狙えるか。これで、あ、弱点っぽいの見つけ。ラミゼルさん、手伝うね。敵を燃やし尽くせ。守ってみせる。どこに向かう。護衛は任せてくれ。どーんと行きましょう。この洞窟、お宝とかあったりするかな。えい、これこれ、ザクリア。虫、ほんとダメなんだけど。ザクリア。向かいますか？
出かける。どの依頼を？この依頼を。ありがとう。これが。どこに向かう？よし、新しいレシピ出来上がり。何を作っちゃおう。食材はどれにしよう。うんうん、なるほど。うんうん、なるほど。負けてられないよ。うん、
いい感じ。悪くないかも。すごいのできちゃうかも。とりあえず入れてみる？うん、いい感じ。力を貸そう。どうだろう。ありですね。まずはあれから。いや、それとも素晴らしい成果ですね。うん、想像以上だよ、クラフター。
りそうな予感。ここにしよう。これはここ、これはここ、悪くないかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。力を貸そう。ありですね。悪くないかも。すごいのできちゃうかも。あたしも手伝うよ。アーレットちゃんやるな。どの特性にしよう。これでいいかな。一気に仕上げるわ。これで完成。まだまだ上手くなるよ。何を作っちゃおう。触媒はどれにしよう。素晴らしいな。そうでしょ、ティーボルトさん。うん、いい感じ。ここにしよう。うん、いい感じ。これはここ。これでいいかな。一気に仕上げるよ。できた。新しいレシピ出来上がり。何を作っちゃおう。触媒はどれにしよう。隠し味はっと、材料はっと、なるほど。
まずはあれから。いや、それとも、うん、いい感じ。いいこと起こりそうな予感。私も手伝うよ。アレットちゃんやるな。うわ、やばい。私も負けてられないや。いい感じじゃない。私も負けてられないや。ここにしよう。すごいのできちゃうかも。ここにしよう。さて、どう料理しようかな。入れてみる？すごいのできちゃうかも。行くわよ、ソフィー。助かります。いいこと起こりそうな予感。いい感じじゃない。私も負けてられないや。友情の勝利だよ。だね、アレットちゃん。ここにしよう。これはここ。力を合わせましょう。ソフィー、これならどうです？おお、さすがだね。どの特性にしよう。これでいいかな。パパッと仕上げちゃう。これで完成。どれにしよう。さらなる高みへ。私はまだ強くなれる。どこに向かう。護衛は任せてくれ。さあ、のんびり。
糸って採取できるもんなんだな。てかこれ何の糸だ。さてと、ここまで戻ってはきたが、本当にどうにかなんのか。はい、この不動のギベオンがあればこの先に進めるはずです。しかし、どう天候を変えればこの先へ進めるようになるのかわからんな。今回は天候を変えるのと少し違いますね。不動のギベオンを使うと周囲の物質を軽くすることができるんです。そうすればあの壊れた道も飛び越えることができるはずです。飛び越えるの？クラフトにしては思い切ったものを作ったわね。誰に似たのかしら。私は好きだよ。なんか楽しそうだし。そうね、楽しそう。私も早くやってみたいわ。エルミーラ様は普通に飛べるんじゃ。さあ、とっておき。宝石があると錬金術で作れるものの幅が一気に増えるんだよね。これこれ、宝石は何かとよく使う素材です。てや、絶対に持って帰りましょう。てや、これなら楽勝だね。限界のようだ。破壊するなら今。クラフター、そのまま行け。誰も逃がしません。終わりだ。弱点みてえだな。おい、俺にやらせてくれ。これでバッチリだよ。オーラが壊れそうだよ。今がチャンス。これを食らいなさい。さあ、行くわよ。チャン、これで終わり。ま、こんなもんかしら。穴なんてしっかり見ることねえが、こうして見ると綺麗なもんじゃねえか。てや、これをここにっと。これこれ、花は私も好きでな。家の食卓に飾ってあるんだ。すごそうだけど。どうやらあそこが弱点みたいだな。
ぞ。おい、負けだよ。俺にやらせてくれ。そこ、やあ、終わりです。せーの、やっ、お仕置きは私の後ろに。そこが弱点みたいだな。じゃあ、行くわよ。おい、俺にやらせてくれ。そう、せや。じゃあ、行くわよ、ちゃん。お仕置きは。連携攻撃で行くわよ。君に合わせる。それ。攻撃の手を止めないで。承知した。あ、動きを止める。やっちゃって。これなら行くぞ。軍配か。見事だ、ラミゼル。そっちもね、リーボルト。まだまだ成長するわよ。うん、しゃー、一気はどれだけあっても困らない。持てるだけ持って帰ろう。これでいいのか。せーの、なるべく丸い石がいいですね。角がない方が持ってても痛くありませんし。どこに向かいますか。どーんと行きましょう。店に売ってる糸と採取で取れる糸って全然別物なのよね。これをここにと。てや、綺麗な砂って好きなんだ。触り心地が気持ちいいんだよね。てや、よく狙って。この口は尻尾さん閉める。ほんと、すぐ開けちゃうんだから。ボソー、あった、発見。これでいいんだよね。えい、
腹が空いたら食べてもいいか。と、ダメか。ここが火山、超暑いんだけど。マグマと高温の蒸気が噴出しているからな。だがまだマシな方だろう。こりゃ人がいていい場所じゃねえな。汗が止まらねえよ。夢の核があるのはこの火山の先よ。急ぎましょう。エルビーラ元気だね。こんなに暑いのに汗もかいてないし。そういえば寒いとか暑いとかって感じたことない気がするわ。それはこの世界を作った神だからですか？よくわからないけど、人と神の差なのかしら。いいの。ずるいずるい。私たちはこんな汗だくなのに。私たちも暑さを感じないようにしてってお願いしても多分無理よね。無茶言わないでよラミ。神様だって万能じゃないんだからね。行ってても涼しくなるわけじゃねえし、さっさと先に進もうぜ。足元やべえな。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。お前ら絶対に落ちる。はい。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。大きすぎず小さすぎない。これこれ、いい感じの大きさの石を入れるのって難しいのよね。てやっ！弱いところがあるな。それ狙えるよ。もう一度。どうやらあそこが弱点みてえだな。せーの、ジャン。おい、俺にやらせてくれ。後ろに続くぜラミゼル。これって素材だよな。せーの、これこれ。お、素材発見。この調子でどんどん集めるわよ。いっけー。
オーラが弱いところがあるな。どうだ、狙えるか。これを使おう。どうやらあそこが弱点みてえだな。おい、俺にやらせてくれ。これでいっけー。楽勝楽勝。まだまだ強くなるか。また強くなってしまったね。私は強くなれるということか。宝石ね。ダメだ、わかんねえ。普通の石ころにしか見えねえわ。ところがあるな。どうだ、狙えるか。これでバッチリだよ。どうやらあそこが弱点みてえだな。おい、俺にやらせてくれ。宝石は需要あるんだよね。うん、これでいいのか。いよいしょ。えい、せーの。えい、結構重いですね。これをここに耐えれるでしょうか。使う素材なんだ。見つけたらちゃんと採取しようね。これをここにと。錬金術で作れるものの幅が一気に増えるんだよね。せーの。中身は何だろう。
さあ、とっておき。頑丈な金属があったら、それで俺様に新しい武器を作ってくれねえか。宝石は見逃せないわね。いっできるだけ多く持って帰りましょう。これをここにと。補充終わった。